皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。今日の動画では説明上手になる方法をご紹介します。私は YouTube でこのような動画を日々作っている関係で、どうすればもっとわかりやすく伝えられるだろうかと日々試行錯誤を重ねているわけですが、未だになかなか思うようにはいきません。そこで最近説明のハウツーに関する書籍を 4,5 冊まとめ読みしたわけですが、今日の動画ではそこから得られた情報及び私の考えを混ぜ合わせながら、わかりやすく相手に伝える方法について解説していきます。ぜひ最後までお楽しみください。人はもう話を聞かなくなった。私たちが生きる現代社会を端的に描写するならば、それは見ない聞かない世の中です。やや大げさな表現ですが、それくらいに思っていた方が説明上手になるためには好都合です。世の中は言うまでもなく情報にあふれ、普段目にするネット広告などは基本的に全て私たち一人一人に合わせて人工知能が選び出しています。また Twitter に Instagram、 もちろん YouTube に至るまで、足を止める情報は基本的に画面を流れる情報の 3% にも満たないことでしょう。つまり基本的に見ない聞かないのが当たり前で、100歩譲ったとしても自分に合った情報じゃないと足を止めないわけです。そんな舞台の上で人生を送っているわけですから、当然スマホ画面以外の世界である仕事場、家庭、学校といった場面においても、そうした見ない聞かないのスタイルは影響を及ぼしているわけです。わかりやすくても長いとアウト。さて、そんな世界で一番重視される要素とは一体何だと思いますか？おそらく今までの時代だと、わかりやすい説明とは当然わかりやすい必要がありました。しかし今の時代は、わかりやすいよりも短い方が重要です。つまり確かに事実としてはわかりやすくても、不思議なことに長いと途端にわかりにくくなってしまうのです。言い換えるならば、そこまで集中力が続かないのです。さらに言い換えるならば、そんな長い説明にもう脳は慣れていないのです。長くてわかりづらいのは最悪です。短くてわかりづらい方がまだ許せます。でも、わかりやすくても長いと眠くなってしまいます。じゃあどうすればいいのかというと、短くてわかりやすくないといけません。ワンツーパンチで伝えよう。話はそれからだ。相手に短く伝えるためには、説明の最短ルートを見つけることが最優先です。ワンツースリーではすでに多いので、ワンツーステップで伝えられるようにします。起承転結、3点ルール、5W1H などといった使い古された方は、すでに時代に合わなくなっています。要点は3点あります、などと言おうものなら、途端に相手は眠り始めます。まず頭の中にある伝える候補になり得る項目を洗い出しましょう。慣れないうちは紙に書き出すなどして、情報をバッと並べるスキルを高めましょう。そしてその中から、これだけは譲れない一番大事なことを選びましょう。そしてそれを補強する最もインパクトの大きい補足情報を一つだけ選びましょう。そしてそれをくっつけるだけです。自分の意見を言うならば、私はこう思います。根拠はこれです。情報を伝えるならば、大事なことはこれです。それはつまりこういうことです、というように必要最低限の情報だけで言いたいことを構成させます。そして次に必要になるのは、その情報を尖らせてきらびやかに光らせる工夫に力を入れねばなりません。そのためには、そのワンツーステップの情報を聞き手に合わせてカスタマイズします。つまり聞き手に、あ、この情報は私宛てだなとまずは思わせなくてはいけません。そもそも自分宛て以外の情報は見向きもしないからです。まず自分にとっての聞き手の属性を明確にしましょう。上司ですか、部下ですか、生徒ですか、親ですか、子供ですか。そしてその人にとって理解が容易な言葉遣いになっているかを確認しましょう。今の時代、基本的に分かりやすく簡単な表現が好まれます。それは悲しい傾向なのかもしれませんが、事実なので仕方がありません。専門用語、硬い言い回し、ひねりすぎの比喩表現は徹底的に簡単な表現に変換しましょう。以上でおしまいです。つまりワンツーステップに情報を圧縮し、相手好みにアレンジしてあげる。これが今の時代に合った伝える技術の基本スタイルかと思います。その上でさらに上級レベルを目指すならば、次の項目を意識してみましょう。1、身近な例え話で一気に自分ごとに感じさせる。2、数字を挟んで具体的にイメージしやすくする。
3. 耳触りが良く印象的な言葉をチョイスする。つまり聞き手の頭の中で自然と映像が流れ、言葉の響きを脳内に残させるということです。ただし、いくら工夫を加えたところで、それが長く分かりづらいものになってしまうと本末転倒です。あくまでも短く分かりやすくするという土台をこしらえた上で、そこに飾りをつけていくことが重要です。ここまで紹介した方法は、慣れないうちは紙で整理するなどしてみると良いでしょう。一応、私が自分向けに作った練習ツールをダウンロードできるようにしておきましたので、ご興味のある方はぜひご活用ください。以上いかがでしたか？この動画をご覧の皆様の中には、まさに中の人である私にこの動画の内容を教えてあげたいと思われたかもしれませんが、まさにその通りでございまして、日々改善を重ねてまいります。もちろん、家族団らんの夕食の時間や、仲の良い友達とのドライブ旅行の最中などに、今日の内容を踏まえた会話がされてしまうと、それはもうこの上なく乾燥した砂漠の大地のようになってしまうかと思いますので、使い時を誤らないようにしないといけません。しかし、ともすると説明が長くなってしまい、せっかく一生懸命考えて伝えていても、肝心の相手の脳みそがパンクしてしまっていては、元も子もありません。言葉を発達させてしまった以上、私たち人間は喋る生き物です。喋り上手になれば、人生きっともっと楽しくなるでしょう。せっかく喋るなら、相手も自分も楽しくなった方がいいと思うのですが、どうでしょう。この動画の内容が何か一つでもお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。